はい、えー、皆さん、こんにちは、ディーゼーテーションナイスリサーチの和田です。え、例えば、二月二十七日の火曜日ですね。え、午後の二時ちょうどになりますけれども、SBI F X ニュース始めていきたいと思います。 昨日からです、ね、あまり大きな値動きとはなっていませんアメリカの直近の動向にです、ね、左右されるという形となりました、まあ、ただです、ね、ニューヨーク時間はアメリカの金のの上昇とともに年収られた金をです、ね、トライするの動きになったわけですけれども結局はです、ね、トライ上抜けることができずに戻り売りに押されるという形になっていますそして今日の東京市場に関しましてはです、ね、朝方、日本の CPI が強かったということもありまして戻り売りが先行する形 昨日上げた分結局は戻してきたというようなですねこのレンジ内昨日のレンジ内での取引がついているというところですまあ、そこら辺の値動きですね詳しく見ていきましょう はいえー、こちら見てもらってます動画昨日一日通してのどれんのごくチャートです昨日はですね、えー、朝方150円の57という高値がありましたけれどもそこからは金利の低下とともに戻り売りにされる展開先週末の安値150円の30という安値がありましたけれどもそこを一時一銭だけ下抜けました150円の2級の安値をつけるという形となりましたまあただ3連休明けのですね実時の回答も入る中でまた再び150円50あたりまで買い戻しが入るなどいったん揉み合いの中 にですね入りますそして、えー、欧州勢が入ってきますと今度は低下していました10年差利回りが上低下部を縮めるという動きとなりますと、えー、また再びですね150円の7丸まで買い戻しが進みましたまあこちらも、えー、先週末の高値が150円の77だったですねこういったところが戻りとして意識されますと一旦は、えー、150円の53まで下押しをするんですが下押しも極めて限定的に終わります2億性が入ってきますと今度は 低下していたにアメリカの長期金利、10年参りまわりで4.2148%まで低下していたんですけれども、一転して4.3071%まで、4.3%ま,まで大幅な上昇となります。こちらを受けまして、買い物申告が強まるという形となりました。昨日は3年債の入札と5年債の入札が行われていましたけれども、いずれもです、ね、結果が芳しくなかったということから、金利の上昇もです、ね、後押ししたという形。このの金利の上昇も手伝いまして150円 の84まで買いい戻しが進むととう形となったわけですただこちらも冒頭でお話ししましたように2月13日の年収来た値が150円の8 9だったわけですけれどもこの8 9の手前でですね頭を抑えられるという形となりました引きにかけましては150円の67まで下押しをしてニューヨーク市場を引けるという形となっていますそして今日の特京市がこちらになります 今日は朝方150円の71まで買い戻しが入ったんですが、その後、ですね日本の1月の CPI、こちらの発表となっています。注目が集まっていましたコアの CPI ですけれども、1.8%の予想のところが2.0%、コアコアの数字が3.3%の予想のところが3.5%といずれも予想をですね大幅に上回る強い数字となりましたね。 マーケットではこのところコアの数字、非常に注目が集まっていたわけですけれども2、2%をずっと上回っていたわけですけれども、1月はコアがですね2%を久しぶりに下回るかもしれないというところから、かなり注目していたわけですけれども、結局、結果的には2%を維持できたというようなことも手伝いまして、利食いの売りが先行するという形、一時150円の51まで値を下げます。 そしてその後は、ですね中年に向けて実質の買いが入りますと150円の61まで買い戻しが入るんですが戻りも限定的に終わりましたその後、アメリカの金利が低下に転じたほか日経平均なんですけれども一時190円を超える上昇だったんですが一転して120円を超える下落に転じます、えー、まあこの利食い乗り等もあった中でですね株価の下落も手伝いましてドル円も150円の41まで。 値を下げるとという展開となったわけです入浴時間の安値の150円の53たりサポートだったんですけれども結局そこを下抜けて150円の41までですね値を下げるという形となりましたその後また150円の46たりまで今買い戻しが入っているという形となっています、まあ、いずれにしましても昨日からの値動きの中でのです、ね、一貫のまあレンジ相場という展開となっています、まあ、このですね ところから分かるところですけれども、やはり昨日の安値の150円の2級ですね、こちらがかなり意識されているということがわかります。こちらししのチャートで確認しましょう どれに関しましては、なかなかまだレンジを抜けきれていないというところ、上値はですね非常にもうシンプルになってきました、昨日の高値の150円の84や、年初来高値の13日の高値ですね、150円の89というところ、ここをきちんと抜けてこれるのかどうかといったところですね、ここがかなり重要視されるということになりそうです。下サイドに関しましては、昨日の安値の150円の29は当然そうなんですけれども、こちら見てください、1目の、えー、転換線ですね。 こちらが150円の21に位置しているわけですので、この150円の21の転換性のところがですねかなり意識される形となりそうです。そしてここを下抜けましても22日の安値、150円の丸二ですね、こちらもサポートということになりそうです。はい、それでは、ユーロドルの方もですね確認をしていきましょう。こちらがユーロの5分チャートです。昨日はユーロドル1.0813まで値を下げる場面がありましたけれども、昨日はアメリカの金利もですね上昇に転じたんですが、 ドイ,ツドイツですとか、ですね欧州圏のユ,ユーロ圏のです、ね、この金利も各国上昇したということも伝えまして、やはり買い物の動きが強まりました。まで 23日の高値が1.0840でしたのですが、こう上抜けて高値を更新という形になったわけですけれども、後で確認するんですが、22日のです、ね、非常に長い上着をつけ,てつけた高値が1.0888なんですね。こちらを手前にしまして、頭打ちとなりました。入浴ーー時間午後はかなりです、ね、アメリカの金利の上昇したことも手伝えまして、もみ合いとなっています。1.0839までの下押しにとどまるという形ですね。ほぼほぼ1.0850を挟んだもみ合い となって終わったという形です今日の東京市場もかなり狭いレンジです安値が1.0846上値が1.0855にとどまるなどまあ、相当ですね狭いレンジでの揉み合いがついているということがわかりますこの5分チャートの方から下値の目どですね昨日のニューヨーク時間ですね1.0839といったあたりここが直近ではですねサポートになってきているということになっています日足のチャートでも確認しましょう こちらです冷やしのユーロドルのチャートになっているわけですけれども、こちらもですねここ見てください、先ほどお話ししました22日にかなり長い上ゲをつけて、えー、結局はですね終わり値ベースでは200日を下回って終わってしまったようなです、ね、で頭を叩かれたような形になったわけですけれども、やはり昨日も1.0860まで値を上げたわけですけれども、やはりここのところ、ですね22日の高値の1.0888といったところは相当重要な戻りのメドということになりそうです。 ましても200日でしょうねえ昨日は200日移動,移動平均線を完全に上抜けてきているわけですけれども、そこがまた維持できるかどうか、200日の1.0828といったところ、先ほど5分チャートで確認しました、2浴時間ですねの0839もそうなんですけれども、200日の1.0828といったところが、ですね非常に重要なサポートレベルということになってきています。はいえー、それではですね今日予定されていますものの兆しをこの後確認していきましょう。 はいえー、こちら見て待ってますが16時45分ですね2月のフランスの消費者信頼関数から始まりますそして9時がエルダーソン ECB 専務理事の講演同時刻1月メキシコの貿易収支10時半が1月アメリカ耐久財受中額と続きます10時40分にはラムスデン BOE 副総裁の講演11時が12月アメリカ住宅価格数とケースシラー社が出します住宅価格数も予定されています 11時5分にはバー FRB 副議長の講演ですね、そして24時が2月のアメリカ消費者信頼関数と、2月リッチモドレンギード連銀製造業気指数も予定されています。そして昨日、3年祭、5年祭の入札が良くなかったというところから、アメリカの金利が大幅な上昇になりましたけれども、そういった意味もありまして、本日もですね翌3時になりますけれども、アメリカの7年祭の入札ですね、こちらが予定されています。まあ、こちらもかなりですね注目が集まるというところでしょう。 やはりいずれにしましても株価の方も今も70円安とかなり不安定な動きが続いています。日経平均先物の,のですね海外市場の動向、またはアメリカの金利動向、今、アメリカの長期金利4.2736%と、まあ、ほ,ぼほぼ変わらずのところですね今、推移してますけれども、まあ、こういったですね金利の動向を見極めながらというです、ね、神経質な展開という形となりそうです。そししててでですすすねね今お話してますように翌3時の7年差の年印刷をを受けた金利動向をです、ね非常 非常に注目が集まっています。それでは今日の解説をおい,いたします。